はい、先ほどはね、磁石をね、こう動かすという話したんですけどね、実は三相を使いますとね、三相はこう順番に120度ずれてですね、電流が多いなったり少なったりするでしょ。それに応じてですね、いわゆるその磁石の力がね、大きなったり小さなったりしますわな。それを利用してね、磁石を動かすと、まずね、それで、電線にですね、電流を流して、それで今度はその磁石と流れた電流との関係で、いわゆる電線を動かすということですね。いわゆるモーターになるわけですね。それがいわゆる三相の誘導電動機ですね。いわゆる三相のインダクションモーターの、原理になります。その話をさせていただきます。あ、今ね、こういうふうにですね、三相にコイルが巻いてありましてね、で今こちら側にですね、 NSNSNS ですね、こういうふうに順番にね、三相ですから、順番に強弱強弱がいきますよね。で一番最初、まあここ2番目の強をね、2番目に強くなったのはここ3番ということは、磁界がこういうふうにね、下向きに、まあ、磁石が動いたと、こういうことになるわけですね。はい、だから電線はまあ今じっとしとくとしますわな。そやけど磁石がこう下に、動くいうことは、電線はですね、こう上に行くよと、これね、上に上がって、それで、磁界が磁石がですね固定してあればですね、電線は上に行くよということですね。そうすると右ネジの法則でですね、行きますとですね、こうなりますな。こうですな。こういうことになって。はい。電線はですね、こういうふうな、方向にね、行きますね。で、まあ、磁石がですね、こっちが N で、こっちが S になるでしょ。はい。そうすると、今度は左手ですね。電流がこうで、磁力がこうですから。はい。こちら側に、ね、電線は下向きに動くよということですね。すなわちですね、磁界がね、今磁界が下向きに動いて、電線もですね下の方向に動くよと、こういうことなんですね。したがって、例えばこう、こうあったとしますね。 NSNS とこうあったとしますわな。そうすると、今順番にね、こういうふうに磁界が動いたとすればですね、中のですね、この回転子もですね、同じ方向にね、同じ方向に回るよと、こういうことを言うとるわけですね。で、三相の場合は、もうその3本の線がですね、順番に、電流が流れますんでね、強弱強弱流れますんで、もう一人でにこういう磁界ができるよということですね。それを利用して、その三相のインダクションモーターが回転すると、こういうことになりますね。